よいしょ。え、シーナ、背後入って入って入って。シーナ、新しいテレビ来た。動かないよ。大丈夫だ。さあ、時間かかるよ、設置まで。ちょっと待ってくる。多分1時間ぐらいかかる。その間飯食ってて。ダイ？ダイは？ダイ、まあ、持ってきて。ダイ作る。やばい、それで時間かかる。ご飯食べて。ようやく組み立てが。組み立てました。これお前大丈夫、これどんだけ時間かかるのか。あのテレビ開封しますので、ハードワークもこっちのもんだろう。すごい。どうだ、テレビ台座の。あ、いいんじゃない。いい感じか。うん、というわけで設定が終わったということで、それではこれを話そうと思います。話す？これね。何を話す？その注意なんですけど、もう絶対触ったりしないでください。はい。前のテレビもう台所だです。もうね、もう撮れないのでお願いします。はい、絶対に絶対に画面に触らないでください。これはいいんですけど今撮るので、じゃあ。さあ、枝を取りますか。はい、はい、取ってください。はい、はい、というわけで触るなよ。斜めにしようとしたんだけどさ、前みたいに。なんか変なんだよ。まあ、37から40ってことで。っていうかエアコンね、買おうかなと思っていったら、はい、なぜかテレビに明治って書いてあった。エアコン本当なくても大丈夫ですか。はい、大丈夫だ。今日みたいな暑い日どうする。これ扇風機だけでずっとやってきてるけど。確かにね、暑いね。暑い、ね、今年暑くなりそうだね。なんかもう今、いや毎年暑いんだけど、うん、あ、まあそんでもねえからね、うん、だからエアコンいいんでしょ。いいいいよ、ちょっと手、もうちょっとそっち行って。いいじゃん、前よりいいねんか、これ自分の仲間に。前よりいいのは当たり前だと思うんだけど、これ別に斜めにしなくてもいいよ。というわけで、上のテレビを見に行きますか。はい、すげえ素敵な、素敵じゃねえけど、あ、で、あー、そこ、そっか、ベッドの位置を変えたわけだね。うん、だってあのテレビの線はそこしか、だよね、そこにしか確か願ったんだよ。だからこうするしか。あ、いいんじゃないの。寝ながら見れるよ、こんな。これパパの部屋だからね、ここね。は？はじゃないよ、レミは、ね、自分の部屋あるでしょ。やだ。やだじゃない、ここパパの部屋だから。今日からパパはここに寝る。ここパパの部屋だからね。さあ、暑い。暑い。てかここってエアコンのあれないっしょ。線。やっぱ取り付けの、もしつけるんだばこう取り付けのあれやんなきゃいけないもんな。うん、あ、いいんじゃないかこれ。なあ、これいいよこれ。どうですか皆さん。いいよね。いいけど、お前たちね、夜寝ないんじゃないかこれ。いいけど、ダメだよ。エアコン買うつもりがテレビ買っちゃった、どうしよう。あ、もう一回していくか。あーつ、食欲もこれ失せるわね。何回も言うけど絶対にテレビに触らないでください。分かってるって。よろしいですか。はい、はい、じゃあ、この暑い夏を、このテレビとともに乗り切りましょうというわけで、じゃあリングザバンザイ、東芝バンザイ、バンザイ、いいんじゃないですか。うん、
亀山、亀山が出ると DS の手元もあるとバーン。なんだふんって。どうですかね、新しいテレビでこう見る亀山は、新しいテレビで見るこの亀山はどうでしょうか。誰が私に近づいてきてんだよ、年取って。これは今日冷凍餃子ですか、この音は。餃子バーン。何これ、ちょっと、ちょっと中落ちる、落ちる。あ、何これ、すげえ。一人も手順みたいな。やべえ、これめっちゃ苦しい。止まるわ。あー、死んじゃった。ネミ、何やってんの、ママ。マリオカート、面白い。ママも昔マリオやってたんだけど、ファミコンで。ファミコンでクリアできなかっただろ。あー、ちょっと見せて。どうやっていくの、これ。どうやっていくの。すごい。あ、マリオ、マリオカートでしょ。あのさ、うん、なんつうの、マリオカートじゃねえのか。うん、横に。あ、ちょっと、あ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 、普通のマリオね。落ちるところ。あ、普通のマリオ。あのテレビ消してもらっていいですか。すいません、テレビ消してください。はい。はい、めっちゃ楽しい、これ。進めないの、ここにやってないと。確かね、あのスーパーマリオのね、あ、ちょっともう死んだ。8の2だったか、8の1だったかな。亀怖い。なんか迷路のとこですげえ迷って、あの全然進めなかったっていう記憶があるんだけど。待って、どれどれ。エナノは、エナノそのボスのやつやってみよう。レミ、ボスのやつやらせてみな、ママに。まあ、最後の。もうだって、やるの？もうちょっとそっち行ってもらう。テレビ見ないっすか？ちょっとこれに、ハマって。テレビ見ないっすか？これさ、飛ぶんでしょ、こう。テレビ見ないっすか？これ、何にぶつかっても、これにぶつかっても、何でも、何にぶつかってもさ、大丈夫なやつ。ぶつかっても別に進んで、スムーズに。でも、そうなのよ。いいんだよ、いいんだよ。いいの？うん、いいんだよ。当たってもいいんだよ。バン。何にするならば、もう、危ない、危ない。どうやって言ったの？面白い。いや、これ別に。何これ？いや、これコインめっちゃ取れるやつで、ジャンプとかすれば。すげえ、めっちゃ進化しちゅうべや。ちょっと落ちちゃったー。な、ネミは何を見てるの。自分の霊。え、やだ、うん、ほら食べてやだ、だってもうエナの口づけダメなの、やだ。レミ口ついてるはダメなの。口マジでほら、ここレミ突破するところでしょ。マジでエナできるよ、そこ。あー、もう本当にできんのに。早いってば。うん、もうエナせっかくそこまでいったのに。いいじゃん、レミの餃子食べろ。ええな、食べる。血なのか、レミ。あ、起きてた。だが、二人とも目で確認できたにもかかわらず、その正体は
かわからなかったと証言。みんな上で見てるっていう、テレビが泣いてる。上に引きこもっちゃうそれが一番怖い。そうだよね、絶対下にもくなる。いや、こう買った方がいいかった。いや、ね、そうかもしれないね。暑いよ、やっぱり扇風機で冷たいやつ。あ、気持ちいい。何やってんだエアコンなく、なく、あの、ないからってアドで文句言わないでくださいね。はい、いいですか。はい、ええ、上で見るテレビと下で見るテレビどっちいいですか。上です。レミは。チナは。バウアなんじゃこりゃー。